セルビア公国は1817年から1882年にかけてバルカン半島に存在した国家。1878年まではオスマン帝国の総主権下にあり、1882年に君主が正式に国王を宣言して王政に移行した。カラジョルジェを指導者とする第一次セルビア法規がロト戦争の終結により失敗し、 一時的にオスマン帝国による支配が復活した後、1815年に豚商人のミロシュ・オブレノビッチを指導者とする第二次セルビア放棄が起こる。この第二次セルビア放棄の結果、1817年にミロシュはオスマン帝国からセルビアの公の地位を認められ、セルビア公国が成立する。この時点でのセルビア公国はオスマン帝国の かつてのベオグラード県をその領域として成立した。その後の交渉の結果、1830年にセルビアは完全自治を承認され、オブレノビッチ家によるセルビア港の地位の世襲も認められた。また、1833年には領土の拡大が認められるとともに、宗主国オスマン帝国への功能が定められた。一方、国内では、 中央集権化を目指すミロ氏と従来からの村落自治による文献的体制を維持したい村落のリーダーなどとの対立が激しさを増し政治の混乱を招いていた。クネズなどの反ミロシュ派は立憲制の導入を求め憲法による公の権力の制限と文献の維持を目指した。ミロシュは憲法制定に抵抗し続けたが1838年に憲法が オスマン帝国の直令の形で交付されると、翌年には、ミロシュは退位を余儀なくされ、息子ミラン・オブレノビッチ2世に上位した。しかしほどなくしてミランが亡くなったため、後継者を中央集権派が担ぐオブレノビッチ家から出すか、文献派が担ぐカラジョルジェビッチ家から出すかで、再び混乱が起こる。一度は、ミランの弟ミハイロ・オブレノビッチ3世が、セルビア公となったものの、 1842年にクーデターが起こり、カラジョルジェペトロビッチの息子であるアレクサンダル・カラジョルジェヴィッチがセルビア公となった。この時アレクサンダルを担いでクーデターを行った勢力は、1838年憲法の擁護を掲げたことから、五憲党と呼ばれる。五憲党による政治のもとで、ようやくセルビアにも安定が訪れ、 近代的国家制度の整備が進められることになった。この後検討の時代には、国立銀行の設立や民法の導入などが行われ、官僚制と近代的な学校制度も整備された。近代的学校を卒業し、官僚となった人々は、従来の政治の担い手であった地方の名簿家に代わる新たなエリートとなり、やがて自由主義的な思考を持つ彼らが新たな、 政治勢力として登場してくることになる。また、1844年には外務大臣のイリアガラ社人によってナチェルターニエと呼ばれる秘密文書が作成された。ナチェルターニエで示された方針とは、近い将来にオスマン帝国が崩壊すると仮定した上で、その際にはロシアとオーストリアの介入を防ぎつつ、中世のセルビア王国の領域に基づいた。 セルビア人の一大独立国家をセルビア公国が自らの手で建設しようとするものである。ナチェルターニエはチャルトリスキ派の亡命ポーランド人の支援を受けて作成されたと言われ、以後のセルビア外交の指針となった。このナチェルターニエで示されている政治思想は当時まだオスマン帝国の支配下にあったボスニアやヘルツェゴビナ、 オーストリア帝国の支配下にあったボイボディナなどに存在するセルビア人コミュニティをセルビアの領域に併合しようというものであり、このような政治思想を大セルビア主義という。この思想はやがてカトリックを信仰するクロアチア人やムスリムであるボシュニャクといった宗教は異なるものの言語をほぼ同じくするすべての南スラブ人コミュニティの統合を目指す思想へと発展していく。 文献派に担がれて行為についたアレクサンダルだが、徐々に中央集権化を施行するようになり、再び地方の文献派の不満が高まっていった。1858年に議会が招集されると、かつてとは異なり、文献派はオブレノビッチ家のとに集結し、アレクサンダルの範位とミロシュ・オブレノビッチの福井が決定した。1860年にはミロシュの後を継ぎ、 ミハイロが再びセルビア校となる。文献派の支持の下で再び行為を得たオブレノビッチ家であったがミハイロは実際には先制的な中央集権化を進めていく。ミハイロは将来の完全独立を見据えた軍備増強を図るとともにタイオスマン帝国戦を意識して1866年にモンテネグロと後にはギリシアとも同盟を結んだほかルーマニアとは 有効条約を締結した。また、1867年には、セルビア領内に駐屯していた最後のオスマン軍部隊を撤退させることに成功した。他にもブルガリア人の独立運動への支援や、クロアチアの民族政党との接触などの積極的な外交を展開した。一方国内では、強権的な政治姿勢に対する反感が募り、1868年に、 ミハイロは暗殺された。また、ミハイロが推し進めた、近隣国との同盟は死後ほとんどが経外化した。ミハイロが暗殺されたことにより、ミハイロの重邸の息子にあたるミランオブレノビッチ4世が、新たな、セルビア公となった。翌1869年、自由主義派の4番ディスティッチが中心となって、新憲法が制定され、これにより、立法権を持つ一員制の議会が、 毎年召集されるようになった。新憲法で議会政治の枠組みが定められたことは近代的な政党の誕生を促す結果を生み、こうして新憲法下で保守派と自由主義派の対立の構図がより明確な形で現れてくることになる。このような状況の中でオスマン帝国との戦争を迎えることとなった。1875年にボスニア放棄が起こると、 セルビアはこれに対して資金援助などの支援を行った。しかし、オスマン帝国と改選するかどうかで国内の政治対立が起こる。改選に消極的な公や保守派に対し、自由主義派は積極的に改選を主張した。最終的に自由主義派が主導権を握ることに成功し、1876年、オスマン帝国と改選したもののオスマン帝国との 戦力差は大きく、休戦を余儀なくされた。しかし、ロシアが介入しロト戦争が始まると状況が変わり、自由主義派の内閣の下で、再び開戦する。こうして戦勝国としての地位を得たことで、サンステファの条約では、ルーマニア公国、モンテネグロ公国とともに、オスマン帝国からの完全な独立と領土の拡大が認められた。ところが、サンステファの条約は、 イギリスとオーストリア・ハンガリー帝国の猛烈な反発を買って取り消されサンステファノ条約を修正したベルリン条約が締結された。これにより1878年セルビア・モンテネグロ・ルーマニアは改めて独立国と認められセルビアはオスマン帝国から2種などを獲得した。ベルリン会議でセルビアに隣接するボスニアとヘルツェゴビナが オーストリア・ハンガリーの占領下に置かれたにもかかわらず、会議におけるロシアの非協力もあって、セルビアはオーストリア・ハンガリーに接近していく。1882年にはオーストリア・ハンガリーの承認の下、王政に移行し、セルビア王国となった。ミロシュ・オブレノビッチ1世、ミラン・オブレノビッチ2世、ミハイロ・オブレノビッチ3世、アレクサンダル・カラジョルジェビッチ・ミロシュ・オブレノビッチ1世。 ミハイロ・オブレノビッチ3世、ミラン・オブレノビッチ4世1882年以降は、国王ミラン1世。ありがとうございます。